昨日岐阜県各務原市の航空自衛隊岐阜基地で3年ぶりに開催された航空祭。コロナ禍で久しぶりの復活です。全国から訪れたおよそ3万5千人の航空ファンたち、機体が急旋回や急上昇を繰り返す瞬間をカメラに収めようと夢中でシャッターを切る人も。ピント合わせたりとか、なんか追っかけるのだけでもそう大してうまくないもんね。また去年役目を終えた F4 戦闘機なども展示され、試乗して楽しんだり。すごかった。すごかった。ひっくり返ったりして運んでた。こんな間近で飛んでるの見て、すごい楽しかったです。ところ変わってこちらは名古屋の熱田神宮。昨日は七五三参りに訪れた多くの親子連れでにぎわいました。色鮮やかな晴れ着姿ですが、顔にはマスク。長引くウィズコロナの暮らしでもう見慣れてきた子どもたちの姿ですが。ありがとうございました、みんなと仲良く健康に育ってくれればいいなというふうに。親御さんたちは一日も早い収束と子どもの健康を願いました。こちらも週末3年ぶりの開催となった全国ご当地うどんサミット、今回が節目の第10回です。アサリの旨味たっぷりの地元蒲郡のうどんに、大きなホタテの天ぷらが贅沢に乗っかった北海道のうどんなど、全国から16の個性豊かなご当地うどんが集結しました。実は2020年の開催地が蒲郡だったのですが、コロナで中止に。そして去年も中止になり、ようやく今回蒲郡でのうどんサミット開催となったのです。おいしい蒲郡うどんのあさり、並んだかいありました。本当に非常に美味しいです。訪れた人は1杯500円のうどんに舌鼓。しかし出店する側にはこんな苦労も。外国産小麦の値段が上がっていくと、それにまあ比例して国産小麦も実は値上がりをしていくという状況がございます。大変高騰が続いているというのは、厳しい苦しい状況ではあります。物価高の影響で輸入小麦の価格が高騰。そのため国産小麦の需要が高まり、国産までも例年の2割から3割ほど価格が上昇しているとのこと。それでも多くの人に手軽に食べてもらいたいと1杯500円での提供。自分家だと国産とかなかなか買えなかったりするから、すごいいいイベントだと思います。大変だと思いますけどね。でもこうやって活性化できればね、いいかなと思いますけどね。明日の学生募金にご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらは3年ぶりに終日募金活動を再開した足長育英会の学生たちです。病気や事故、災害などで親を亡くした子どもたちを支援する足長育英会。該当募金に立っていたのは中京大学4年の寺本隆生さんら30人です。コロナ禍での募金活動については、やっぱ3年間この街頭で声を上げれなかったということで、その中でも維持家庭は結構苦しい状況に陥ってたりもするんですけど。寺本さんは高校2年生の時に心筋梗塞で父親を亡くしました。去年は足長育英会からの奨学金に加え、スーパーと焼肉店でのアルバイト代で授業料などを支払っていましたが、コロナの影響を受けてしまって全然入れなくなってしまって、収入はやっぱりすごくガクンって減っちゃって、貯めてた貯蓄が赤字状態でどんどんなくなってってるっていう感じです。命をつなぐ街頭募金。コロナ禍で知ってもらいたいことは、維持家庭というのはもともと苦しい状態から、こうしてコロナとか、値上げによってさらに苦しくなっているというところを、一人でも多くの人に知ってほしいなというふうに思います。こうした中、コロナを取り巻く今の状況は。11月1日から第8波に入ったという認識で、をしたいと。1週間後、11月21日から病床フェーズを1から2に引き上げると。
愛知県の大村知事は今日、今月1日から第8波に入ったという認識を示しました。県民に対しては、今後さらに感染者が増えてくれば、感染リスクが高い場所への行動を控えることなどを要請したいとの考えを示しました。